集まれ。みんな寝たかな。いや、みんなら、みんなならきっと来る。待つよ。来てる来てる。どうも元気ですか。いつも来てくれる人たちは。こんばんは。あ、星どうもありがとうございます。どうもどうも、こんばんは。今な時間も関係ないね。私と時間問わず食べてる。今ナッツ食べてるんやけど、うん、うまいね。こんばんは。初見ですって、ほんまか。どうもいらっしゃいませ。よかったらまたコメントしてね。こんばんは。ジャンルリ始まるのに。そっか、月曜日。うん、そんなにいかんか。まあ夏、うん、こんばんは。どうもお久しゅうございます。どうも。ナッツ食べてるの。アーモンド。うまいわ。酒のつまみちゃうわ。私酒のつまみいらんねん。お酒だけでいけんねん。でもなんかお酒めっちゃ飲む人が白ご飯いらない気持ちってなんかちょっとわかるようになった気がする。てか足のあざやばいな。そう、純粋にナッツを楽しんでるんです。うん、もう今な、みんなな多分寝てるからな。今コメントしてくれてる人がコメント担当やで。頼むで。そう、ナッツを楽しんでる。
ようこそ。あ、星どうもありがとう、ありがとう。コメント担当やで、ほんまに。でも、もし、もう来なくなったら、終わる私、今日の配信。勝手に終わらす。こんばんは。昨日リナッチが海でイカと戦ってる夢を見ました。やば、めっちゃ気になるんだけど、何、海でイカと戦ってんの？映画撮れそうやな、一本ぐらい。おもろ、おもろって顔してないけど、めっちゃおもろいって思ってる。そういえばスプラトゥーン1週間以上やってないわ、この私が。うん、やば。あー、敏将棋そう見に行きました。敏将棋っていうのは劇団一撃屋さんの舞台で、舞台の演目敏将棋っていうんですけど、ワードレスの縦芝居で、私はその演目に、5年前出演しまして、その再演を見てきました。見に行ったの？いや、本当に行ってよかった。本当にもうね、変なと意味わからんとこで泣いたし、うん、すごい5年前を思い出した。よかった、本当に見に行けて。どこからか星がいっぱい飛んでくるな。誰だ誰だ、こんばんは、ようこそ、いらっしゃいませ。ポリポリ、ツイッターに共有したらもうちょっと人来るかな。配信してることに気づいてないみたいな。一応ツイートしとく。うん、こんばんリナッチ。あ、どうもどうも、よかった、知ってる人が来た。知ってる人が来ました。さあ、雨降る正午風吹けば見てくれた人はさ、覚えてると思うんだけどさ、フーコがさ初め出てくるシーンさ、下手からブワーって走ってずっこけてさ、で雨降ってるの顔見上げるシーンなあるねんけど、どう見上げようかなって考えてさ、もう雨が、あ、雨降っ、今日も雨だパターンと、雨なんか降り上がってパターンと、もうだから大まか感情で分けたらその2パターンかな。私はあの雨降り上がってこの野郎パターンでいるんですけど、でそのこけ方が私下手で、嘘こけができず本当にこけちゃって、足のねあざがね、あの3公演しかやってないのにとんでもなくて、ちょっと配信で映るかな。あ、ちゃんとね、あのズボンはね履いてるからね安心してほしいんだけどさ、見えるかな、ほらやばくない、腕プルプルする、足のあざ。こっちも、あ、見えないか、もうほら見える
やばくない？見えるか？そう、セクシーショットみたいになってるけどちゃうねんって、ほんまにあざを見せたいだけなんですけど。よいしょ、やばくない？なんかさ、数えたらきりないぐらい、あの、で日にちたってどんどんブワって広がってるから余計に気持ち悪いことになっちゃう。雨降りやがってこの野郎やで、ほんまやで。夏組風向、夏風向基本強い、気は強いから、もうなんか帰るなら今がのところがもうピークに限界だった。もう誰か頼んないといよいよ無理。6年孤児やってんだな。あざとい、何が、あざ、あざ痛そうって、え、何箇所あるか、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18、あ、太ももも19,20、え、すごいな、もうあざだらけやんか私。ここも、あ、あ、肌あれ見えないのか、このこいつ、これ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 、こいつこいつ、なんか焼いたとかじゃないっすよ、これあざですから。で、あと多分完全にこけ方が下手で内身やったわ。ここ上がんないの、肩、いや上がるんだけど、あのこっちと同じように上がんないの、痛いのこっち。あ、なんだろう、普通に荷物が多すぎた筋肉痛も入ってるのか、なんかね、ここがめっちゃか、え、それだ、言わんようにしたのに。そうよ、焼いてるわけじゃないってそういうことよ。なんか言葉で言うのあるやん、焼いてるわけじゃないっすよって、ね、はいはい、うん、どこ、あざどこ、ここ見せんのってめっちゃむずいね。あたたたたた、あざっちやめな。え、自転車で国道を1時間走って2度も雨に巻き込まれた、お疲れ様でした。今日天気悪かったの？ん？悪かったか。空飛ぶうさぎさんのファンレベル上がりました。いつもありがとう。しかし、あまりに深夜すぎる。もうみんな寝たが？三好さん、あれあざだらけなってんかな。あれ痛そう。あれがもしあざなしでうまくこけてたならもっと前に教えてほしかった。私も他の風子どうだったんだろう。お灸の後ではないと。そうですよ、風子の勲章やで。急激な雨が最近よく、あ、そう、あ、そうですか。風邪ひかないようにね。ヒロさん50完了ありがとうございます。酒飲んで寝落ちして起きたらちょうど配信始まりました。これって運命。私も今日はね、また酒を入れました。けど余裕でもう冷めたわ。もう4時間以上経ってるか。あ、だからか。あの、
ジントニジントニックでジンソーダ、ジンソーダでいいのかな、言い方としては。ずっと気になってて飲んでみた。多分1年前、2年前の私なら多分は苦って苦いだけじゃんって思ってたけど、まあまあこんなもんかって分かる、うん、味だった。うん、あの飲めなくはない。でもあれ癖になったらすぐ飲みたくなってしまいそうな絶妙な苦さですね。飲みっちやめなよ、ね、やめな飲んでしまいますね。いやよくさ、だから本当に酒のつまみが必要ないというか、酒に合う食べ物は何かあるのかな、私には分からないな。酒に差はある、まあそうだね、あれ苦手やった、ビールとは全然違う苦さ。そうなんだ、私だから逆にビール苦手っていうか、ビールは苦美味しくなっていう記憶で止まってるから、もしかして今の感じならいけるかな。いやでも若干のね、やっぱね甘さ求めちゃうんだよね、甘み。カルーアミルクとかは甘すぎて無理だった。私は好きな人いるじゃん、ああいうの。私はねできれば炭酸も欲しいし、あのさ今持ってないわ、あの雨降るのさグッズのパンフレットにフーコの紹介文は一人ずつちゃんとあって、そこに裏テーマみたいな裏設定をね、まあ私以外も全員書かれてるんだけど、私のところにはなんだっけな、永井さんのお酒をちょっと飲んでひどく酔ったため、それ以降二度と飲まないと誓ったみたいなさなんかそんな文章があったんだけど、いやーちょっと前にさ酔った酔った、わ私すごかった。そこでワインクーラーですよ、ワインクーラー欲しいです。置く場所ないからちょっとそれだけはどうにかしなきゃだけど、ワイン集めたいパナッシェから始める、ピールとレモネードを割ったもの、あー美味しそう美味しそう、ん、あビール、あビールとレモネ、ビールとさジンジャーエール混ぜるやつもあってね、ジンジャーなんかパナシェから始めるか、せやな、売ってるの普通に、どうなんやろな。酔いが回るのってさ一瞬だから怖いよね、なんかパチンってこない、クンってってならん、ならんか。シャンディーガフ、何それ、シャンディーガフってなんだろう、
あービール、あジンジャービールをベースとしたカクテルでジンジャーエールと合わせて、あーそういうことね、ビールベースのカクテル、ジンジャーエールを合わせたシャンディーガフ、それがいい、それ飲みたい、それ友達に一口だけもらったことがある、あれは大学4年生の時けど、ビールってなって無理ってなった。いやー雨降る正午、風吹けばが終わり、なんだかなんだかね、ほっとしたのと、うーん、寂しいよりほっとしたが一番大きいかな。うん、シャンディーガフは割と飲みやすい。オッケー、飲んでみる今度。あと一発ハイボールも飲んでみなきゃだな。だから本当私の記憶はその二十歳になりたての頃にいろいろあの一口だけ飲んだやつの記憶で止まってるから、あワインクーラーはワイン炭酸とフルーツのカクテルのことです。あごめん、ワインクーラーあのワインザーって入れるやつかと思ったワインと炭酸とフルーツのカクテルのすごいな。あそうだ、あ缶のねワインソーダみたいなやつ買ってみた、白ワインのやつにしてみた、果たしてうまいのか。ジンソーダいけるなら甘くないハイボールはいけそう。え甘いハイボールあんの。えなんかさあ、それはあワインセラーのこと、あそうワインセラーのこと言ったわ、それそれ甘くない。えそうだから私の記憶ではハイボールはやたら苦い、苦いだけの、苦くてアルコールがって感じるだけの飲み物やと思ってたの、目がかゆいなんだけど、まあでもそう考えたらジンソーダももしかしたら近いのかな。いやでもわかんない、ハイボールも私二十歳になって何もうなんか2年3年は飲んでないから、うん、ワインがいい、ワイン公演期間もさ結局コンビニでこのサイズのさワインをさ買ってさホテルで飲み干すっていう、やばいやん。ハイボールは辛いと思います。あそうなんだ、なんだろう、やっぱねちょっとね甘い、甘さを求めたい、うん、ジュースだと思っているから、うん、そう、もうすぐ改札を抜けてですね、そうですよ、いよいよ25日楽しみ。あ、コークハイね、私コーラあんま好きじゃなくて、そうなんよ、だったらジンジャーでもさ、いや思うよ、ジンジャーハイ飲むならジンジャーエール飲みたいそこまでしてお酒はのいらんねん、そこまではいいのよ、でもジンジャーハイが美味しいかもしれんしな、目めっちゃがゆいし、絶対松屋かなんか入ったし、
ある。大丈夫っぽい。え、わざわざアルコールは不要と。そうそうそう。けど、飲もうと思えば飲める。でもさ、もう、なんやろな。日本酒とか多分、無理かもな。まあ一回飲んでみなよ。そう、飲んでみるしかない。でもさ、いつだっけ、あ、そう、昨日さ配信しようと思ってさ寝たの昨日大阪に帰ってきて、でまあその前日にさ本番終わって、で春組見て、で配信したでしょ、あのあと私ほろ酔いを持ちながら。そうそうそう、その日よ。でその日もうとりあえずそのまま寝ようと思ったんだけど、でもさすがに2公演やったのに風呂入ってないのはやばいと思って、化粧を落として頑張って落として、でシャワーだけしてさ、もう髪の毛はいいやと思って、髪の毛は明日起きてからやろうって。でもとりあえず寝ようと思いながら、でもなんかツイートしてから寝ようと思ったよ多分私。そしたら気づいたら目覚ましです、目覚ましが鳴ってるわけよ。びっくりした。私真っ暗にしないと寝れないのにさ、気づいたら寝てた。うん、で朝の8時前に起きて、まずはもうとりあえず髪の毛を洗おうと。すごい、分け目吉祥分け目キモい。そう、もう朝の8時なんてもう私にとっても朝すぎるんよ。うん、でそう、わざわざね夏組のメンバー全員じゃないけど、私帰るの私だけなんだよ、帰るの私だけなのに、わざわざお見送りをしてくれて、いやもう、そんなことある？私だけしかいないよ帰るの。まあ私だけしかいないからとは言ってくれたけど、んなことある？びっくりよ私は。寝てたというより気絶してた。そうかも。BG チェンジ君、ファンレベル上がりました、おめでとう。あ、応援ブロマイドもありがとうございましたお、春組も見て、お、見たんですね。うんうん、2人の風子の違いは感じました。お、でしょう。リナチの方が大人というか物腰の柔らかさを感じました。だって
柔らかさ、え、なんやろ、気になる、なんやろな。でも確かに見て、全チーム見てて私とは違うのは確か私と違うことは確かである。大人っぽいと、どうか、大人っぽいとか元気っていうのはめっちゃいい。この2つはよく言われるから、きっとそれにつながる要素が何かあるんでしょうね。でも元気とかいうのは今日の敏将棋見てても思ったわ。私真央きゅんがやる妹と私がやった妹、あーなるほどねっていうさ、なんかなんやろな、なんか、うん、笑顔が多いんでしょうね私ね。なんか待ってな、言葉を整理しよう。なんて言ったらいいの、私がやる風子もそうだし妹もなんやけど、よく笑うんですよね。うん、なんか元気つけようとする笑い方っていうか、うん、なんかなんで笑うんやろな私は。そうじゃない、笑わずに、うん、元気、笑わずに元気つけて、違うの、なんだ、私はよく笑うんですよね不思議と。うん、なんだろう、そういう解釈の仕方をしてしまう。例えば敏将棋見たツイートは、まあ今日の夜も遅いかな、いやでも明日の朝も起きる自信ないよなとか考えて、ちょっとツイートするタイミングを完全に逃したんだけど、感想をバーってメモに起こしたのよ。で、お姉ちゃんがネックレスをもらって、ご褒美としてね、もうなんてことないご褒美よそんなネックレスで、でみんなに笑われて、で妹がさ部屋入った瞬間にさ、でみんな笑って、でお姉ちゃんが笑われてるって思われたくないから、お姉ちゃんがあはははって笑って、私がやった妹は姉ちゃんが笑ってる、どうしたんっつって、でこれ綺麗でしょって見せてくれるから、綺麗でしょって見せてくれたら、そのまま素直にうん綺麗だっていう芝居をしてたんですね5年前私は。でも今回の真央きゅんは笑われてるところを見られたくない、姉がわははははって笑って、どうしたのまでは一緒だと思う。あでもどうしたのの前にもうすでに、あこれなんかあったんだっていう察しが真央きゅんにはあって、でこれネックレスもらったんだっていうのを、私は笑ってたけど真央きゅんはちょっと動揺しててさ、そうなんだみたいな、
私が演じた妹は素直でバカだったんですよね。察しがめちゃくちゃ悪い。それだわ。だからそういう、私はこの時はこういう顔したけど、あ、そういうやり方もあるのねみたいな。臨床期の DVD を持ってて副音声も見れる人は、多分見たことある人は知ってると思う。ベストオブリナッチっていうのがさ存在してさ、臨床期には。あ、こんばんは、どうも。お姉ちゃんの背中を押し出して背中こうやってやるっていうシーン、マウキはこんなことせんかったなんか言ってって、ちゃんと重みがあった、言ってってんってやってた。あ、すごい、あ、分かる、それ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 、うん、ピュアな妹と場の飲み込みが早い妹、それ本当に状況把握がなちゃんとできてた。なんかお姉ちゃんの細かな表情をずっと見てきたんやろうなっていう感じがすごいする。私の妹だから、まあ、いいように言ったらピュアだったから、うん、だから何も分からずポケッとして、お姉ちゃん大丈夫、だからずっと1か1か0みたいな、1か0 1か100 10か0みたいな、もう何極端だ、曖昧なさ感情が私にはなかった。悩むみたいなんじゃなくて、わーいかわーいかやばいかみたいな。語彙力死んだな本当に。でも本当にだ、すごい複雑な表情が良かった、直樹の。マオキュンはマオキュンなりにきっと何かを考えてて、でそれはきっとこれどうこういう捉え方もこういうこともできるなみたいなのをいろいろね考察できたのがねすごい良かった。からマオキュンと私はとても、私はマオキュンとめちゃくちゃ話したい。臨床期について1時間2時間喋れる気がする。わなかのたこ焼き食べたいね、食べたいね。あら、まあ初訪問に2度目の訪問にいらっしゃいませ。もう1時半ですよ、困りましたね本当に。オタク同士ですね。そうですよ、けど側近だ、前アンジービーのあの展示会に行った時にマオキュンに会えて、その時にお互いあの合致したのは側近っていいよね側近っていいよねっていう話。一番関わる役なんですよ、妹って側近と。そうそう、でめちゃくちゃ憎い相手ではあるんだけど、妹としては。けど客観的に見るとやっぱあのわーって動く人が多い中、周りね、一人シュッとさ、シュッと戦うからさ、
ええー、なーって思うわけよ。ね、お互い違う側近 だけど、ね、同じ側近だったらそれはそれで面白い。あ、そのさ、それがさ、あ、そういうのってこっちこうやってみたいな話するけど、ね、演じる人が違っても側近っていいよねって意気投合できるから側近はいいんですよ。うん。側近のやっつけ方も面白かった。こういうやつ、こういうやつやろ。え、見たの？え、臨床期見に行ったのね。こんばんは。マウキンと酒飲んで語り合ってほしい。いいですね。語り合いたいですね。ミターチルドレンが前田さんとしたら白チルで いないんじゃないですか。こんばんは。舞台お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。そう、お疲れ様でしたって言ってる間に次の本番なんですけどね。見に行ってきたよ。あ、そうなんや。でさ、初演の妹 VS 側近って、妹がだいぶ強くなってて、で、まあ、側近の隙をつけつつも側近と戦えるくらいまでの息に成長させてもらったんですよ、初演妹は。で、今回の妹ちゃんはもうね、戦いに戦いまくってボロッボロで、私はあんな側近と戦うぞってできたのに、え、待って、この妹今から側近と戦うぞってできなくないって思い始めたのね。で、私はさ、結末をさ確実に知ってるから、あの側近をどうやってやられるんだっていう目線でどんどん見ちゃって、私側近をどうやってやられるんだ、ほうほうほう、え、でもこのままだったらマオキュン絶対やられちゃうよって、待って、え、いや、これは大ピンチ、いや、ここで姉が助けに来るわけないよなみたいな。姉は今だって王とあと師匠3人で戦っている、誰も助けに来るはずがない、さあどうするって思ったらね、あんなやられ方するとはね。だから側近やっぱそういうとこおっちょこちょいないよ、初演も再演も。ちょっとな、あんだけさ、このシュッてさ、シュッとしてるくせにさ、シュッとしてくそこでやられるみたいな、あんたそれでええんかって。でしょ。そう、私妹はボロボロにならず、もうひたすら強くガガガ強くなってくみたいなイメージだったんだけど、今回は本当にもう今にも折れそう、頑張れこいつには絶対負けんなお願いっていうのをすごいこっちからも訴えたくなるような、いやー面白かったね。姉を切ったことが妹にバレてしまったのが運の尽きね。そう、そもそもそれも隠せてないよ。何さ、なあ、しっかり白のさ、包丁じゃない、包帯さ、なあ、手に巻いてな、初演もそうやん。そんでさ、私にさ、妹にチラッて見られてさ、うんとか隠して、いや無理無理無理、バレてるみたいな。そう、いやー、なんかもうね、ちょっと臨床期見た人たちで集まりたいな。
臨床期も雨降るもなんか一生その話できるかもしれない。なんなら改札を抜けてもさ無限に話ができる気してさ、な見てない人にとって何のこっちゃ分からんのは知ってんねん。何のこっちゃ分からんのは知ってんねんけど、それでも話させて、話す人がおらんの私。見たけどだいぶ前やなって。あ、臨床期、あ、初演を見てくれたってこと。ありがとう。だとしたらありがとう。そう、そのなんか再演をね見た人にね、そう再演の話をしたい。ちょっとね、まず王様と側近がね、二役、あの二役ってすごい重要なポジションでさ、あれが変わると、あ、こんななんか、あ、違うんだっていうのがすごい面白かったし、竹村さんも前初演の時はもっと強、何、愛想があんま良くない、うん、そのめちゃくちゃ強いけど、本当に戦うためだけにみたいなイメージがね強かったんだけど、今回はねそこに戦うためだけで余裕も感じて、余裕もあり楽しそうだし笑うし、ありゃ好きですね。ありゃいいですよ。うん、でも王のイメージが黄色なのは変わってないんだね。あー、なるほどね。確かに前はね王黄色だったっけ、なんか赤のマントが印象強いんだけど、で側近は青って、いや、あの衣装も良かった。瞬殺マンと戦ってる時笑ってたもんね。そうそうそう。え、でもさ今回さそんなし、まあ、まあ言うて瞬殺マンか、割とあっさりなパッてパッてやられてたもんな確かにな。私もっと瞬殺のイメージがあって3手ぐらいで切られてた気がしたんだけど、まあまあちゃんと戦ってるやんと思って、な、初演の側近がやられてもうたわなうん、何、そう、音源も全部一緒だったから、例えばオープニングのダンスの曲とか私買ってるんですよ。買ってだからスマホに入ってたり、あとは妹が王のことパンチして、その後からの戦いの曲とかも買ってて、私で今でもそれをアラームにしたりしてて、そうそうそう、もうエモいとはまさにこのことみたいな、すごく感じましたね。なんかな、1曲だけ英語版が日本語版になってた違いはあったね。え、嘘、初演英語だった？え？ん？
待った詳しく。え、だってあの曲しかなくない。え、あれ初演日本語やろ。それ以外の曲でなんかあったっけ。コメントして時間ちょっとちょっとちょちょ何何ですか。え、初演英語だった。え、マジ。あ、そうなん。そう、その RESO、 そのレ、それなんて読むんだろうね。私一生わかんないんだけど、調べてもないし。もう二度と戻れない、なんちゃらららら、らそばにいてと泣き、あ、そうなんや。だから多分英語は分かんないから、その後に多分調べて日本語版を買ったんだ多分。なるほどね。はあ、そういうことか。なんでアラミトの身で日本語版が使われてた。よく覚えてるな。そっか、だから何も違和感なく聞けたんだ私。ずっと日本語版で聞いてるから。カラオケで歌おうとしてもキーが高すぎて歌えないあの曲。こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。いや、今でも忘れんもんな。なんかヘップホールの楽屋から小道具置き場に、裏動線に、舞台から見える景色とか、いや忘れんな。ヘップホールのあの匂い変わってないんかな。でも新しくなったから変わったわな。いろいろ考えるな。思い入れの場所、ヘップホール。こんばんは、どうも、初見でいらっしゃいませ。いくじゅん、どうも。よかったらまたコメントしてください。ありがとう。あざがかわいそう。このあざは、いや、まあ、いや25までには治らんな多分な。でもね、え、ヘップホールと ABC ホールは聖地って呼んでる。マジで聖地やと思うで。うん、ほんといつかできたらいいな、ヘップとか
ABC ホールで。かゆくはないの？うん、だってあざだもん、内身だからね。いや、そう、あのさ、改札を抜けての衣装、これ足見えたらどうしようってヒヤヒヤしたんですけど、なんとか大丈夫でした。あざが隠れる程度でした。よかった、もう危なかった。だってあざってさ、早く治すっつったってこれは無理やで。で、これでさえさ、本番終わって何日経ってる？てか、多分バータリーかなんかでできたあざだから、もう5日経ってんのに全然治んないから、このさあざたちだってさ、全治何週間、1週間以上かかるで多分。しかもこっちだってちょっと前、なんなら昨日までタンコブみたいなあざできてたから、たったワンシーン、もう10秒もないようなシーンでずっこけてないや、東京公演の時はあざ全く できなかったんだけど、大阪公演でこけるのを大きめにというか、なんか東京公演の時はちょっとペタってなるだけだったのを、大阪公演は完全にずっこけた感じで、雨降ってやがる、睨んでさ、空を睨むわけですよ。もう食べ物もね、金もね、住み心地も悪い、なんだよ、私が何をしたってんだよっていう、お天道様に恨んでみてはどうですか。そりゃいいって、そりゃいいって思ってるよ。痛くはないの？うん、そう、全然痛くないの。そうそう、打ってもってな。うん、朝は痛くないからご心配なく。ずっこけ方が下手い本当にずっこけんの下手なんです。だからさ、毎回そのシーン終わって、長井と柳がさ、あーって、なんだっけ、初めのセリフ、何が、筆の調子が悪くなかったのですが、だいたいな、締め切りを守れないやつさ、かとや言わねえんだよみたいな、長井さん飲みすぎないでくださいよのところで私はもう はけてるんだけど、大阪公演全部行ったって行ったって思いながらはけて、うわーこれ絶対朝できんな袖で、あ、やったわと思って、これ痛え、大丈夫なりながら、あ、ほらやっぱすりむいて、あざほらいるもんたったの3公演でこれ7公演やってたらとんでもないことになってる。思い出のあざ、文字通り痛くも痒くもないのなら大丈夫やわ、大丈夫、うん、早く治るといいねって、ありがとう、優しいね、早く治るといいな。
月末美容院行こうかな急に。横揺がね、どうしよう、髪型悩んでるねんな今。前髪をここまですごい、おー伸び、わー8月のこの頃にはきっと顔まで伸びてると思ったら本当に伸びてる。おーすごい念願のここまで。ここまで伸びたときに次また前髪、前髪な、前髪さどうなるな。まあでもあの役は役的には前髪ないのもありかな。だからいっか、年内はこれでいくか。そう、片目隠せちゃうんですよ。なんかセットの仕方が難しくて、ずっとさ毛がさこういてくれたらいいんだけどさ、やっぱさ今まで前髪としてこういたからさ、どんどんこうなってくるのよね。本当にやめてほしいのよ。私はこうしたいだけなのに。こんばんは、どうもいらっしゃいませ。イケメン、ありがとう。顔を二等分、そうしたくないの、したくないから。セットがねめちゃくちゃ難しい。なんかフーコもゲネプロの時はこれやってたんだけど、やっぱ下向くシーンとか多いじゃん。そうなるとさ、どんなにこうしてても下向いた瞬間にこっから離れてそのままこうなるじゃんそんなこんなでさ結局こういう状態にするっていう、まあ、これでもいいんだけどさ別に。左目で何か闇を抱えてる人っぽくなっちゃうでしょ。そう、顔見えないのもったいないから。930人も来てたん、訪問数すごいな。お茶もなくなったしそろそろ終わるか。ジャンレで終了。おーもう2時か。やっぱこの後ツイートしとくか。絶対今からだったらもう昼過ぎてるもんな、起きるの。ゼップが見えてきましたね。ゼップ？ゼップ？なんでなんで、なんでゼップ？何のゼップ？あら、カネシャン、ありがとう。どこにおる？
今来たとこ花火だ、花火。ありがとう。おい、おるか、どっかに。こんばんは。あ、視聴者数的に、あ、ゼップ入るぐらい。あ、1000人ってこと？そういうこと？わかりにくいな、あんた。あ、いるよ。お、いつからいた？いつからいたの？臨床期見れてよかったね。本当にそう。もう幸せな時間だった。臨床期ね。ワンチャン明日も見れる。ド深夜なので許してちょ。はいはい。なんとか今日は稽古はなく、はい。もう二度と会えないんじゃないか。頭の中で考えてしまった。はい、もう一生雨降るの話する。ごめん、もう許して許して。はい、お願い。そう、昨日はね、寝落ちしてね、ママにさ、あれ何時だったかな、でも11時ぐらいかなに配信しなくていいのって声かけられて、あー、そうだね、しなきゃしなきゃっつって、うん、そう、うん、じゃあやるんじゃないの、うん、配信するって言って、そのまま携帯握りしめて寝た。ごめん、気づいたら朝だった。気づいたら朝だし、配信、あ、そういえばしてない。それで配信しようって思ってたら、思ってたんだけど、ちょっと臨床期の感想文が思ったよりちょっと弾んでしまい、そうそうそう、ツイートちゃんとできるんかな。携帯握りしめて寝落ちしてる皆さん、想像すると可愛い可愛いもんちゃうよ。だって朝起きたらもう充電が 10% 切ってたんやから、やばいよ本当に。せいでママ優しいで、そうなの。で弾丸で風呂入って家出る1分前まで髪の毛乾かして臨床期は見に行って、池袋まで行ってきました。本当に見れてよかった。全人類見るべきって毎回言うな私。そういうことけど、なんだろう、でもなんかもう好みってあるけどさ、本当それだけ好きだって思える公演に出会えるって
幸せだよな。うん、本当に思う。なんか三田さんの演技リナッチと違ってて面白かったし、せやねやろう。そう、このね配信のね前半中盤ぐらいにねいっぱいその話してて、だからきっと台本はきっと同じだと思うんだけど、読み取ってからの姉に対する思いとか解釈とか、うーん、どういうさ、どう思ってやってるかめちゃくちゃ聞きたい、めちゃくちゃ聞きたい、本当にどう思ってるのか語り合いたいなって勝手に思ってる。こんばんは。そうだから臨床期の再演見た人とわーって喋りたいなっていうね。いやマジ映像に残してくれや、映像に残らないのつらいよ。大阪公演、雨降る正午の大阪公演もめちゃくちゃ映像に残してほしかった、めちゃくちゃ残してほしかった。なんかもうなんだろう、東京とは違うなんかめっちゃ良かったって言うつもりはないけど、うん、なんか新鮮で、やっぱ初日公演とはさ、東京初日公演とは全然違うから、うん、緊張感が程よく解けで、いろいろ公演を重ねて考えたこととか、あ、これやってみようかなっていうのとか、いやーなんかストレート芝居だからさね、超エンタメって感じではないから、だから常に全神経集中したままの公演だったね。自分の出番がない時のセリフさえ聞き逃さないぐらいの、ちゃんと私さ設定作っててさ、結核ですっていうシーン、初めの方は聞かないようにして、まあ、聞こえてるしセリフも覚えてるけど知らない設定にしてて、なぜかっていうとカステラを買ってきなさいっていう、で買ってきたって家帰ってきたらおらんから、あ、ゆきえんとこ行ったら、ゆきえさんとこ行ったらジローがいるかもと思って行くわけじゃん、教えてください、結核ですからは聞いてないつもりでいて、僕の全てを分かったような顔で話すな、分かんないわよっていうやり取りも聞いてないつもりなんです、私。うん、うん、それはいろいろ考えた上で、そうそうそう、あー、もう話したらキリがない、やめよう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 、キリがね、星がまだまだ飛んできとるが、はあ、そうか、もう2時間。
くらでも語れる。そうなんだよ、自分が出てないシーンのことも語れる舞台ってすごくねすごくねってめっちゃ思うわ。あ、でも逆に長い柳のシーンとかは着替えてるから見れてないとかもあったり、あともう完全別空間にいるからあまり知らんようにしてるのもあるし、千秋楽の手紙めっちゃなんかぶわってな、夏がやってきましたで泣きそうになってさ、夏がやってきました、暑い暑い夏か、はあ話が尽きねえよ。チャーハン定食さんのファンレベルが上がりました。あ、どうもいつもありがとう。本当にね、困ったね、やめよう、じゃあもう配信で、またきっと改札を抜けて終わったら改札を抜けての話一生知らせねえんだよ、ほんまにやばどうもどうも、2度目の訪問、初訪問の人めっちゃ来るけど本当にみんなが知らない話ばかりしてますけど、そんなみんながいつか見に来てくれることを信じます。ではランキングを読もうじゃないか、とりあえずな、とりあえずとりあえず。13位チャラポラ池さん、12位岩の風さん、11位ワッキーさん、10位ホリッチくん、9位ビビビビビヨロゲンさん、8位マッキーさん、7位マソウくん、6位ショウくん、2位チェンジさん、4位ひとよさん、3位バタヤンさん、1位がカネシャンでした。どうもありがとうございます。一人語り公演できそう、それな、いやそうだな、お休みって今寝る人もいていいし、今ちょっとツイートするわもう。みんな寝る？飲食のツイートだけも させて。あ、寝る？あ、みんな寝る？寝るなら寝るでいいんだけどさ。ほんとに。臨床期ね。マオケンのツイート、マオケンからと、ユキちゃんからのツイート返信できてねえわ。コメントって私携帯見てない間流れてくんか。まあええわ。一発だ。まずは念願のってところね。おどうしようかな。臨床期2022タグつけときたい。おっと文字数が初演から
バトルの迫力が、あの迫力が好きしますむずむずむず。ツイッターってさ、文字数がさ、あれやな、自分、ですと。はい、ツイートしました。はいはいはい。おお、いいね、早っ。いいねすんの早っ。140字制限すんの地味にきついんよ。ちょっとさ、熱く語られへんのよね。今からエラ・フローレス役三田真央ちゃんについて喋るけど、これ絶対無理やん。無理やん。で、だから今みんなもこれラジオ感覚で聞いてもらうということで。はい、あ、お二人いいね、ありがとね。ワッキーさんとカネシャンが早速、よし、こっからガンガン書いていくぞ。うわ、マイナス66やって。無理無理、そんな削られへん。無理、ちゃんと歌って書きたいもん私。エラ・フローレス役三田真央ちゃん、どうしようかな。どこで区切ろう。え、区切、何、どうしたらいい。え、むず、え、むずむずむず。え、なんかさ、思うんやけどさ、よくさ、うまいことまとめる人いるやんか、すごいなって思う。ちなみにインスタグラムだと2200文字が制限だそうですよ。え、雨降る将軍2200文字でいけるかな。インスタ2200、え、2200文字ってどんなもんなんやろ。いや、ツイッターの方がさ、やっぱ気軽に、なまあ、インスタも気軽に見れるけど、こういう舞台系って圧倒的にツイッターが大きいかなって思ってて、うん、何がいいってやっぱリツイートできるとかさ、検索してポンって出てくる、流れてくるとか、そういうのがやっぱ大事かなって、うん、だからツイッターの方が好きですね私は。え、マイナス65はちょっと予想外ないけど、どうしようどうしようどうしよう。いっか、じゃあで、続きな、矢印をつけて、で、別のツイートを追加、これか、語り合いたい。どうや、何回も分けて、うん、何回も分けてツイートしてる時、途中、今400字詰め原稿用紙、あ、5枚半、それなら。でも原稿用紙なんて何年も使ってないよ、見てきたけど。そう、情報の海だからツイッター大好き。すごいぜ、こんな時間でも起きてる人いるぜ。すごい、真央キュンのファンの人がいいねしてくれた。ちゃんと寝なよ。てかさ、マジでさ、恐怖なのがさ、私のさ、ツイッターさ、毎日最近5人ぐらいさ、フォロワー減っていってんやんか。これさ、
1年後とかさ、4万人台になったらどうしようってさ思う。いや別にさ数がどうのとかじゃないんだけどさ、えでもさ多いものが減ったら寂しくない？なんかさ、えシンプルに嫌なんやけどなんでさ、なんでなん？だって公演期間中に多分100人ぐらい減ったで毎日ね減ってくの。それはガチで外されてるのと、それとまあツイッターがさいろいろアカウントを精査してね、えそんな減るもんって思える？そうアカウントが削除されてる系かなって思ってんだけど、にしても本当に1ヶ月100人ぐらいおらんなってんじゃん。それは言い過ぎ。いやでもえマジでそのペースだからね、でもちょっと前まで5万7000人いたんじゃないかな。だから意味わからねえなほんまに。えツイッターって本当に、え何これさ、なんで文字数制限あんの？私の勝手な設定をさ語らせてよ。今からねツイートするね、あの王様役とあと側近役について私しゃべね話してんだけど、これさ、どこで区切ろう。勝手な設定作りますが、見えてここでいいか。どうしよう、ここに文字数制限ありますって書いてある。あ、いけたいけたいけた、面白かったです。はい、 OKOKOK、 いいんじゃない。おかしなアカウントも結構多いから、まあそうだとしてもよ。いやだからこの感じで減っていったら、私いつかフォロワーさ、マジえ100になるかなみたいな、怖すぎて。だからツイッター社へもうアカウントを削除しないでくださいマジでマジで。次は竹村さんについてですね。いやもうめっちゃこいつ語るやんみたいなも思われてもええよ、全然もう語らせろ。みんなはもうお風呂入ったんか？お三方最高最高ってか最高。はい、オッケー。
はい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 。ピンショー好きすぎるだろ私。愛重めで やらせてもろてます。はい。いやもうね、感想なんてもう興味持ってって思って言ってない。ただ感想、私の感想をただ情報の海と言われるツイッターにポーンって流してるだけですからね。ほらまた2人減ったフォロワーが。うわ竹村さんマイナス26文字、ふざけんなよこれ。ちょっと、いや、どうしよう。そう、それリナッチは速筋より強かったと思うけど、今回は速筋が強すぎて大変そうでしたね。そうなの。え、やっぱり分かってくれる。あ、やっぱ見た人は分かってくれる。嬉しいな。あ、みたいな顔。うわ、あとマイナス6。なんで？こんばんは。どうも。そもそもツイッターってのはもともと独り言を垂れ流すところなので、使い方としては間違ってない。それな、せやんな。いや、そうそう、金がマジで強かったよね。あんなのさ、結末知ってるからさ、どうやって倒すんやろしかさ考えられんくなってきたけどさ、ほんまに。へー、オッケーオッケーオッケー、ツイートできたよ。はい、どんだけツイートするわっしゃ。こんばんは、どうもいらっしゃい。いっぱい来てくれてるわ。あとちょっと。わあ、これ西部さんのツイートあれやな。絶対文字数足らん。あ、違う、文字数やばいことなる。そうでもないかな。二人がいいね、早い。待っててくれてんねんな。うわぁ、自慢のお姉ちゃんってとこはちょっとツイートさせて、お願い。お願いから。ここを削ればいけんじゃね？お、いけんじゃね？これ。
あ、来た。ちょっとびっくりマーク減らしたらいけたわ。よっしゃ。はい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 。竹村さんのニヤニヤ顔の高速立ってよかったですよね。やろう。もうあれさ、めちゃくちゃ楽しんでるだろ。もうあんなんさ、楽しくてしゃあないよな。団長ってやりゃあのさ、あの曲がね、一生伝わるかな。縦のさ、ダンスするじゃないですか。それとあとオープニングのダンスシーン一緒でさ、で今回ダンスシーンの振り付けは違ったけど、縦シーンの方は手が全部一緒だったんですよ。もう手をさ、私結構ほらダンスと考えてしまえば縦の手覚えてんのよ。だからまださ、私あ、スマップって呼んでる。あ、そこ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 、それそれそれ、こんばんは、どうも。で、そう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 、団長が側近を複数に見る目も良き。そうなのでしょ。絶対なんかさ、こいつって側近も側近にとってちょっとじゃお互い邪魔な存在な気がするな。いや邪魔だ側近がな。ちょっとな、マジでかっこよかったんよな。なんかあんだけ強いとさ、いやだ、あ、そう、いやだ、ちょっとあの側近は絶対チャラいんだってほんとに。ごめん、今無言になってしまった。ツイートの文章を考えてた。待って、咳しそう。ただいま。うん。チャラいけど腕は本物。せやねん。だからな。ちょっとまだムカつくねん、それが。だって、初演の側近まだ優しかったもん。紅茶、この紅茶は何ですかって言ってちゃんと質問に答えてくれたもんし、優しくさ部屋までさ誘導してくれたのに、あの側近はマジで悪い。いやー、ほんと演じる人によって違う面白さがまたここで出てましたわ。うん、なんだもう2時半かよ。そんなことある？モールドクロウだって。
いいな、今回名前あるの。妹やったもんね、私。三田さんを殴りつけるシーンえげつないと思ったでしょ。あんなさ、あんな荒い側近見たことないんだけど、ちょっとさ容赦なさすぎるって。いや、なんかさ、スタイリッシュって言うとさ、ほら、なんかスタイリッシュ長井がさどうのってさ、雨降るの方で喋ってたからさ、なんかスタイリッシュっていうのはあれやけどさ、あの初演の側近はさ端正スタイリッシュなイメージをひたすら貫いてて、あれはすごいかっこよくて好きだったんだけど、ちょっとそのイメージ、なんか側近イコール端正なイメージが私はすごい強かったから、それが今回完全にねなくなって、それが面白かった。妹逆目線で見るとめちゃコアでした。ただは、ただ盾は本当にうまくて見応えがあった。やばかったよな、なんかすごいよ、竹村さんとな戦うところとかとんでもねえ。え、そう、側近っぽさが、そのだから王と側近の関係性の違いが面白いなと思って。初演は圧倒的王、もう長いこと王をやってるんだろうなっていうのが分かるし、もう誰も逆らえない、もう側近もペコペコもう、ああもう、はい、おっしゃる通りです、うんっていう感じなんだけど、再演は圧倒的な王というより、きっと王歴は少ない気がしていて、で側近の方はその一個前の代から代、もしくはそれに側近の近い位置にずっといたと思っていて、だから城のことは何でも知ってるし、この国のことも知ってる。で途中からなったその坊ちゃんね、坊ちゃんな王がさ、まあわがままなわけよ。だから急にさ、政治良くしたいから、あの町から二人連れてこようぜみたいになったわけでしょ、絶対。本当に。でさ、きっと側近はそんなんで よくなるわけないって絶対分かってるんだけど、ちょっとね、だ悪い心が働きまくりで、そう、再演はお坊ちゃの、お坊ちゃまの、そう、わがままでみ、あの乱された感が私の中では強くて、結局もう初演も再演も王に振り回されてはいるんだけど、そう、私はそう見えた。あ、面白い。あるいは自分以外に町で人気があった姉妹が
気に食わなかったのかも。最高、そういうの聞きたい。やっぱほら人によってさ考え方違うじゃん。めっちゃおもろいよ。確かにな、人気あったもんな、あの姉妹な。もう最後の一番最後のシーンなんてもうファンクラブですかみたいな、 ライブですかみたいな、うおーってめっちゃ盛り上がってたもんな。私もうおーって言いたくなった。こんばんは、五十ゆきちゃんず、ありがとう。いやー、貧瘍期はおもろいよ。あ、やばい、また文字数制限。やばい。ここの文章考えてなかった。あ、どうも、まだ喋んのってもしかして思われてる？もうやめとく？え、文字数、やばい。もう3時ですよって。マジか、いつまで続くんだろうと思ってます。あ、もうすぐでな、ツイートできるからな、待ってな。あ、待たなくていいよ、だってこんな話しかしてないんだもん。守るものを背負うから強くなるのか、それとも強くなるために守るべきものを背負うのか考えてしまう。そうだね。貧瘍期の場合どっちやろな、何やろな。守るべき、あ、前者が姉で後者が妹ちゃう。違う、お互いだって背負ってんじゃん、背負ってるし強くなってんじゃん。よく声だけ思いが溢れてくるね、すごい。そうなんだから、貧瘍期オタクなんです私。みんな好きなことはたくさんさ、思い溢れてくるでしょ。なんでここまでのめり込むっていうぐらいに思われてもいいけど、貧瘍期がそれだけ好きなんです。フデイ、こんばんは。どうも、初見でいらっしゃいませ。
と今またツイートしたまたツイートしたから、あとなもう一個な、無言になってまうな、ツイートし、姉は妹を守るために強くなる。そうそう、でもこれはマジでそうやと思うな。そう、妹はそう強くなるために姉を守る。なあ、なんかな、すれ違うシーンとか切ないよな。これは私がやってた時からもそうだけど、なんていうの、妹を助けるためにさ、姉が初めて人をさグサって刺してさ、で妹は戦いたくなかったし、戦ってるお姉ちゃんを見たくなかったし、でも自分を助けてもらうにはそうするしかなかった。そのね、モヤモヤというかすれ違いが切ないよ。だからな、何が悪いって王が悪いね、結局王と側近が悪いね。どうだ、ツイートしたぞ。オッケー、よし終わろうはい、というわけで、姉も妹もお互いに隠してたのがもやるねえ。そういうこと言うとさ、本当に一生終わんないよ、私敏捷期のオタクだから、本当にはい、まあまた敏捷期見た人でたくさん話そうぜね、一回みんなでさ5年前にタイムスリップせん一回さ、一回時空戻ってそっから帰ってきてからまた話したいな。ふう、同じテンションで喋れる人欲しい。では2000人行ったところで終わろうと思います。そうだ、ちょうど5年前の今頃、そうだね、25日から初日だったと思うよ、私25、26、27、28、4日間8公演やった。楽しかった、あの夏めちゃくちゃ楽しかった。で、あの夏めちゃくちゃ楽しかったっていうその夏が今回の雨降る正午だった。そう、この楽しい思い、自分の中で何か変わるものができたのが、あ、またこういうの、こういう作品に出会えるんだって、うん、思った。そう、前回のと比べて語るのもそう面白いよね。でもそれをどっちも知ってる人だったら、聞いてる方も楽しんでもらえたでしょう、この私の話ははい。
ではみんな、まあ明日会えたら会おうな。何時今？3時か。風呂入るか。めんどくせえ。ありがとね、遅くまで付き合ってくれて。仕事の人は頑張ってください。私は一人改札を抜けて稽古しようと一人で。じゃあおやすみ。バイバイ。ありがとう。ポチッとな。